こんばんは、クロスロードラボです。今日はですね、ようやく、念願のハイラックスが納車されました。その動画なんですが、まあ、試乗動画、前に上げた試乗動画である程度の、まあ、紹介っていうのはしてあるので、まあ、納車一発目ということで、分かりきってもう一回ね、同じような内容もありますが、これからね、ちょっとずつハイラックスの細かい部分とか、あと要望、コメントで要望を入れてくれれば、いろいろね、撮っていきたいと思うので、ぜひぜひ、見てください。それでは行ってみましょう。はい、まず最初にですね、納車の時に言われたんですが、このセンサーの部分に、このトヨタマークがね、センサーになってるんですけど、センサーの部分に雪がたくさんつくとエラーでね、インジケーターの部分にエラーのマークがたくさん出るとのことです。だけど、まあ、止まったりとかはね、しないので、まあ、雪を落とせば、エラーマークは消えるそうです。次にですね、ゲートプロテクターなんですけど、これです。このね、サイド部分を保護するやつですね。かなりね、買ってよかったかなーって、つけてよかったかなと思います。これオプションです。オプションで8640円ですね、税込みで。これね、サイドだけです。両サイドだけ、後ろの部分、テール部はね、また別になってて、1万8000円ぐらいかなになってますね。これテール部もね、買おうかなと思ってます。これ材質もかなりしっかりしてますし、これはね、つけといて損はないと思いますね。はい。次に正面から見た、腹下ですね。はい。北海道なんで、やっぱり融雪剤が巻かれてるんですね、道路に。塩化カルシウム、塩カルなんて言いますが、それでやっぱりどんどん錆びていったりするので、それを防止するために、3ラスターっていうのを、納車前から施工されています。防沈剤ですね。4万2000円ぐらいかな、しました。多分業者さんに頼むと半額ぐらいできるんじゃないかなと思いましたが、僕はディーラーさんに頼みました。はい。あと牽引フックがね、2箇所今映ってましたが、2箇所ついています。あとこのフロントバンパーの中がね、結構なゆとりがありましたね。結構空洞ありますよね。はい、こんな感じになっています。冬なんでね、スタッドレスを履いています。タイヤはですね、ブリヂストンのスタッドレスタイヤ、ブリザック DM-V2、標準サイズです。純正のサイズですね。ホイールは、標準でついてきたものを、純正でついてきたものをそのまま履き替えてスタッドレスにしています。ホイールは別に夏用に買いましたね、車外のものを。1本19,547円ですね。他に横浜とかダンロップのものの方が、タイヤの方が全然安かったんですけど、なんとなく、ブリヂストンにしました。で、送料、北海道だとですね、送料6400円ぐらいだっけな。だから8万6000円ぐらいだったような気がしますね。確か。はい。あとですね、急遽注文したものがあって、このスノーレジャーマットですね。はい。ちょっともう汚いですが、これがね、なかなか良くて、ちゃんとね、まあ純正なのでフィットしてて、この、クリップ。でね、止められます、しっかりと。これね、助手席がまたクリップついてないのがちょっと残念なんですが、助手席と運転席の2つセットです。これでね、いくらだっけな、1万1340円になってますが、まだお金払ってないので、実際
実売価格っていうのがいくらかわかんないです、はい。まあ助手席もこうやってフィットしてますね。まあずれにくいですよね、こんだけフィットしてたら。これはね、純正買った方がいいんじゃないかなと思います。で、リアシートもね、やっぱりあった方がいいなと思うんですけどね、発売してないんですよね、リアシートは。セットで欲しかったなと思いました。リアシートはまだ何も引いてないんですよね。はい。リアシートもぜひ発売してほしいなと思います。あとですね、意外とこの使いづらいのサイドステップ。サイドステップの幅が、こんだけ狭いので、あんまり意識して使わないと、あんまり足をここにポンと乗せる感じにはならないですね。まあ、慣れればやるのかもしれないですが、少しね、もうちょっと幅広かったらいいなと思いました。はい。あと、荷台にはですね、左右2個ずつ、このようにフックがついています。ロープとかね、かけて荷物をね、止めたりするためのものです。使い方はまあそれぞれ、センスによるんではないでしょうか。はい。あとですね、シートですね。シートはね、結構いつも毎日のようにね、山行ったりするので、やっぱりシートはシートカバーが必要だなと思ってます。でもまあ探していろいろまあいいのないかなと思ったんですけど、結局はね、クラッツィオっていうまあシートのカバーを作るのに有名なねメーカーですね、そこに受注しました。受注生産なので 1.5 ヶ月から2ヶ月ぐらいかかるそうです。だから納車控えてる人は、前もって注文しといた方がいいかもしれません。クラッツィオのねジュニアっていうタイプですね。ちょっとレザーっぽい、レザーっぽいレザーなのかなです。で、前席でリアもフロントも合わせて1万、まあ、2万円いかなかったぐらいですね。まあ今待ってる状態なので、来たらまたレビューしたいなと思います。はい。今はもう当たり前のことですが、このスマートキーの中にね鍵が内蔵されています。この鍵で、グローボックスに、鍵をかれます。はい、ロックすることができます。あとは荷台ですね、荷台もこの鍵でロックすることができます。最後にですね、シートベルトの警告音、ブザーですね、ブザー鳴りますよね、つけてないで走ったりすると。それがね、運転席はまあいいんですよ、当たり前なので。でも助手席も鳴るんですよね。それで助手席、まあ乗ってれば、人が乗ってればするのは、シートベルトするのは当たり前なんですが、荷物置いても鳴っちゃうんですよ。シートの後ろの方にセンサーがあって、そこに重みがかかると、シートベルトの警告ブザーが鳴ります。まあジュース2パックぐらい、まあビール2パックぐらいね乗ってると、500のビール2パック警告音が鳴ったりしますね。これ不便でね、今一生懸命解除方法をネットで調べて、トヨタのね車の解除方法を調べてやってみてるんですが、うまくいきませんでした。まあこの車、他の車はねうまくいくみたいなんですが、まあ、やり方知ってる方いたらぜひ教えていただきたいなと思います。まあしょうがないなと思うんですが、荷物ね置く場所をもうちょっと考えれば大丈夫なようです。はい、近くのスーパーに来てみました。でいつも通りこうやって駐車してみたんですが、やっぱりね車の後ろに合わせると頭がだいぶ出ちゃいますね。 5.3 メーターの、長さなのでだいぶ気を使いますね。慣れないです、やっぱり切り返しまだたくさんしちゃいますね。はい、次はですね、車外のナビを今回はつけたので、ケンウッドのね車外のナビをつけました。次はケンウッドのナビの紹介をしたいなと思います。やっぱり、選んだね理由があってそれにしたので、パナソニックのナビとちょっと迷ったんですよね。なのでなぜこうケンウッドのナビにねしたかとか、いろいろ紹介できたらな思います。それではクロスロードラボでした。